皆さんこんにちは。今日は同化現象の2回目です。途中で今日はゲストにも登場してもらいますので楽しみにしてください。子音で終わる単語が多い英語では、単語の終わりの音と次の単語の最初の子音とがいわば化学反応を起こして質の異なる別の音になる場合があるというお話の続きです。では初めに簡単なクイズをやってみましょう。今年は英語で何と言いますか？この耳は英語で何と言いますか？中学生用の問題みたいでして、でも両者をきちんと区別して発音できますか？スという音とユという音がつながると同化現象を起こしてシュという音に変わる場合が多いのです。したがって今年は This year と切り離して発音するのではなく、シュの音が出るように This year となります。 This year This year。 それに対して耳という単語はイという音で始まっているので、蒸気のような同化現象は通常起こりません。したがって This year となります。 This year This year。 ではシートン先生の後に続けていくつか練習してみましょう。 A では This year のところに、 B では Miss you のところにシュという音が確認できるようにしましょう。 I'm planning to visit China this year. I'm planning to visit China this year. I miss you. I miss you. C は前回やったジュの動画も出てきますね。 Did you の部分です。 Pass your の部分と合わせて練習しましょう。Did you pass your history test? Did you pass your history test? 同じようにズという音で終わる単語とユで始まる単語がつながると化学反応を起こしてジュという音に変わる場合があります。以下の例で注意しなければいけないことは、 does の最後の音も as の最後の音も綴りは S ですが、発音は Z という音です。したがって U という音と同化現象を起こすと Z という音になります。 Does your と切り離して発音せずに Does your のように Z の音が出てくるように発音しましょう。モデルを真似して練習してみてください。 Does your sister live with you? Does your sister live with you?B も同様に As you と切り離して発音せずに As you know のように J の音が出るように練習しましょう。 Everyone's busy as you know. Everyone's busy as you know. さてインフォーマルな話し言葉では Want to が Wanna と発音されることがあります。同様にGoing to が gonna と発音されることがあります。一体何が起こっているのでしょうか？実はこれも音韻規則に従った変化なのです。この2つの例はこれまで見てきた英語の音韻規則が複合的に関わっています。まず to に母音弱化が起こって want to となり、最初の T の音が脱落して Want となります。さらに残った T が前の N の音に同化して Wanna となり、最後に一つ目の N が脱落して最終的に Wanna となっています。 Going to も Goingと to にそれぞれ母音弱化が起こり going to
となります。次に母音弱化と N と T が同化してガイナとなります。最終的には最初の母音がさらに弱化してガナとなります。ではシートン先生の後に続けて練習してみましょう。 I wanna go there. I wanna go there. Are you gonna leave? Are you gonna leave?漫画の吹き出しなどでうるさい、黙れという意味でシャラップと書かれていることがありますね。この正体は一体何でしょうか。これはもともと英語のシャットアップです。ではシャットアップでシャラップのラに似た音が聞こえる場合があるのはなぜでしょうか。実はこれも同化現象の一種なのです。アメリカ英語に特徴的な音韻変化規則なのですが、無声音のTの音が母音に挟まれている場合に有声化が起こり、フラップ T と呼ばれる有声音になります。ここでは便宜上このフラップ T の発音記号として大文字の D を使うことにします。そしてこの音は日本語のラリルレロと完全に同じではありませんが、よく似た音になります。 Shut up は Shut up となり、 Get on は Get on となり、 Sit in は Sit in のようになります。ではアメリカ英語の発音のデモンストレーションとしてトーマス・ジェイクス先生にお手伝いをしてもらいましょう。Hello, Tom. Hi, Satoshi. How are you? Good, how are you? Okay. Good, thank you. So, would you please introduce yourself to the student? Oh, sure, of course. Hi, everyone. I'm Thomas Jakes. I'm from America. I've been living in Japan for a couple of years now, and I hope you really enjoy the course. では、ジェイクス先生の後に続けていくつか発音練習をしてみましょう。 A では put の T の音が母音に挟まれているので有声化され flap T となり、 put on ではなく put on のようになります。 put on your hat, put on your hat. ローに近いような音がちょっと聞こえますね。B では getting の T と better の T がそれぞれ getting better となります。 You are getting better, you are getting better. D やラに近い音が聞こえてきますか。 C と D も続けて練習してください。 This is beautiful, this is beautiful. I will do it right awayI will do it right away. では最後に2つ文で練習してみましょう。 A を見たときにそれぞれの音節が同じ強さで読まれると予測してしまうと What are you going to do? というリズムを期待してしまいますね。しかし通常そのように発話されることはまずありません。実際にはこれまで見てきたいくつかの英語の音韻規則に従って強制の置かれる単語だけが強く読まれ、それ以外の部分は母音弱化が起こります。通常の丁寧な発話でも What are you going to do? となります。 What are you going to do? What are you going to do? さらにインフォーマルな会話では同化現象が起こり、最終的には What are you gonna do? となります。 What are you gonna do? What are you gonna do? B も同様に全ての音節を強くして I want to get on the bus
と読むのではなく、通常の丁寧な発話でも母音弱化や音のつながり現象が起こり、 I want to get on the bus となります。さらにインフォーマルな発話では同化現象も起こって、最終的には I wanna get on the bus となります。練習をしてみましょう。丁寧な言い方では I want to get on the bus、 I want to get on the bus。 インフォーマルな言い方になると I wanna get on the bus、 I wanna get on the bus。 このような音の規則的変化を予測して練習を繰り返しておくと、英語の聞き取りが随分楽になってきますよ。最後に一つ注意です。 wanna や gonna はかなりインフォーマルな言葉遣いです。母音に挟まれた t がラリルレロに似た音になる trap t もかなりインフォーマルな発音ですし、すべての英語母語話者がどのような場面でもこのような発音をするわけではありません。しかしインフォーマルな場面では比較的頻繁に耳にする表現でもありますから、聞き取りの力をつけるためには発音練習をするのも大変有効です。実際に自分で話すときは場所や相手との関係に注意する必要があります。初対面の先生に対して wanna、gonna を多用するのはあまり大学生らしい話し方ではないかもしれません。一つのヒントは、相手が自分に対して話すときにこのような発音を使ってくるようであれば、こちらからもそのスタイルをある程度真似をして話しても大丈夫でしょう。相手が wanna や gonna を使っていないのに、こちらからそれを多用するのは避けた方が良いかもしれません。ではまとめです。今日は英語に特徴的な同化現象の後半のお話でした。 1. スという音とユーという音がつながるとシュという音に変化する場合があります。 2. ズという音とユーという音がつながるとジュという音に変化する場合があります。 3. またインフォーマルな発話では want to が wanna と聞こえる場合があります。同様に going to が gonna と聞こえる場合があります。 4. さらにアメリカ英語ではインフォーマルな発話で母音に挟まれた t が flap t と呼ばれる有声音に変わる場合があります。この音は日本語のラリルレロにかなり似た音です。どうですか？今日練習した例はどれも一見見た目とは違う発音になっているように聞こえるかもしれませんが、全て英語の音韻変化のルールに従って起こっている規則的な変化です。決して無秩序に発音が崩れているわけではありません。さらにこのような基本的な変化は至るところに出てきますので、一度基本的な例でパターンをしっかり練習しておくと、長い会話やスピーチの聞き取りにもだんだんと対応できるようになりますよ。頑張ってください。前回と今回英語の同化現象を見てきましたが、今日のおまけとして日本語にも同化現象があるということを紹介します。んを発音するときは口の気道を塞いで鼻に呼気が抜けていきます。鼻音と言います。んは日本語の中で例外的に音節の最後に来るシーンです。さん、けんなどたくさんありますね。では簡単なクイズです。んは鼻から呼気を通すのですが、次の ABC のんはそれぞれ口のどの部分で呼気の流れを止めているでしょうか？あんま、あんた、あんか。自分の口の動きを注意深く観察するとわかりますね。 A のんは
唇を閉じた M の音、 B の M は舌先を上の歯茎の裏につけた N の音、 C の M は舌の奥を口の天井の後方につけた N の音です。口の動きが少しずつ違いますね。そしてこの違いも全て無秩序に起こっているわけではありません。日本語の音韻規則に従っているのです。どのような規則でしょうか。今日見てきた同化現象の一種なのです。 A のあんまのんは次のまが両唇を閉じる M の音で始まっているので、それに同化して M のんになっています。 B のあんたのんは次のたが舌先を上の歯茎の裏につける T で始まっているので、それに同化して N になっているのです。 C のあんかのんは次のかが舌の奥を口の天井の後ろにつけるくで始まっているので、それに同化してんになっているのです。どうですか。日本語も書かれている通りに発音しているわけではありませんね。無意識のルールに従って規則的な音韻変化を起こしています。外国語の音に慣れていくためには、その外国語の音韻規則による変化をできるだけ意識して練習することが大切です。では最後にスイーツン先生とジェイクス先生からも一言。 I hope your pronunciation is getting better. I hope your pronunciation is getting better. どうですか。2人の発音の違いが分かりますか。ではまた。